マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートウィー、マリオカートウィーは、ニンテンドーより発売された、ウィー専用ゲームソフト。マリオカートウィーは、ニンテンドーの看板キャラクターであるマリオたちが、ドライバーとなって登場する、エースゲーム、マリオカートシリーズの一つ。家庭用の作品としては、第6作目にあたる。2007年7月12日の E3 に合わせた、 プレスカンファレンスで今作の開発が正式に発表された。日本版の発売日は2008年4月10日であり、日本のマリオカートシリーズが上半期に発売するのは初である。パッケージには Wii リモコンのステアリング型アタッチメント Wii ハンドルが一つ同梱された。これに Wii リモコンを横持ちの状態で取り付け、ハンドルを切るように傾けて操作することができる。 このアタッチメントを取り付けずに、Wii リモコンのみでも操作が可能。また、Wii リモコン、ヌンチャク、クラシックコントローラ、ゲームキューブコントローラにも対応している。今作では、Nintendo Wi-Fi コネクションに対応しており、前作、マリオカート DS 同様に、最大12人のオンライン対戦が可能なほか、マリオカートチャンネルと呼ばれるサービスを適用し、ネットワーク上でのゴーストのダウンロード、 タイムアタックのランキングなどにも対応していた。マリオカートダブルダッシュにあった二人乗りルールは廃止されたが、今作ではゴーカートなどの四輪車に加えてバイクなどの二輪車を操作できるようになった。また、エクストリームスポーツのようなアクロバティックなアクションが可能となり、二輪車ではウィリー走行など二輪車特有のアクションも可能。コムが参加するグランプリなどでは、 これまで最大8人でレースを行っていたが、今作は12人となった。今作は、各コースのベストレコードやグランプリの成績などの記録をライセンスという形で、1台の Wii 本体に最大4つまで保存できる。はじめに使用するライセンスを選んだ後、以下の4種類のゲームモードからプレイしたいモードを選ぶ。なお、ゲーム中の成績は選択したライセンスに自動的に保存されていく。 今作には以下のモードが収録されている。それぞれ4つのコースで構成された8つのカップを12台のマシンでレースを行い、総合順位を競う。はじめに選択したクラスに応じて使用できるマシンの種類が異なる。各コースのレースが終了すると順位に応じてドライバーズポイントが与えられ、4コース終了時のドライバーズポイントの合計で総合順位が決まる。 総合順位で1位になると金のトロフィー、2位になると銀のトロフィー、3位になると銅のトロフィーが贈られ、さらにレース中のプレイヤーのテクニックが8段階のランクで評価される。なお、DS と同じくシングルプレイ専用のゲームとなっており、2人同時プレイはできない。選んだコースを単独で走り最速レコードを競う練習モード。今作では、 マリオカートアドバンス以来約7年ぶりにトリプルダッシュキノコを持った状態でレースを開始する。そのコースで最速レコードを更新するとその走りがゴーストとなり各コースごとに一件ずつセーブされる。ゴーストが保存されているコースではそのゴーストと一緒に走ることも可能。また各コースで開発スタッフが用意したゴーストと一緒に走ることもでき。 コースごとに設定された規定タイムを上回ると、開発スタッフのプレイしたゴーストが、より早いタイムの、早いスタッフゴーストに変化する。なお、タイムアタックで出したレコードやゴーストのデータは Wi-Fi に接続した際に、自動的に任天堂に送信され、マリオカートチャンネル内のタイムアタックのランキングに反映される。お好みの設定で、総合成績を競うモード。シングルプレイでは、 コムのマシンとのレースとなり、マルチプレイではコムのマシンをなしにして2人から4人だけでレースすることもできる。個人戦、チーム戦の2種類があり、さらにコムの強さ、コースの選択方法、アイテムの出現率などの細かいルール設定が可能。ここで選択できるキャラクターマシンコースはグランプリで手に入れたものだけ選択できる。各レース終了ごとに順位に応じた。 ドライバーズポイントが与えられ、設定したレース数終了時に、そのポイントの合計で優勝者、チームが決まる。なお、チーム戦では、DS と違い、同チームのキャラが出したアイテムの効果、影響を受けなくなった。また、DS の VS ではルールを設定すれば無限にレースを行えたが、今作では、最大32レースしかできなくなった。風船バトル、集めて、 コインの2種類のモードを専用のステージで対戦する。どちらのルールもチーム戦で行い、3分間の獲得ポイントコイン数を競う。これに伴い試合中の脱落が廃止され、全員が試合終了まで参加できるようになった。VS と同様に、コムの強さ、ステージの選択方法、アイテムの出現率といった細かいルールの設定が可能で、 勝ち数で設定した回数だけ先に勝利したチームが優勝となる。Nintendo Wi-Fi コネクションに接続して、同時に接続している他の人とネットワーク対戦ができるモード。1台の Wii からは同時に2人まで参加でき、最大で12人対戦が可能。現在はサービス終了している。DS 版では対戦相手が決まるまでに時間がかかることが多かったが、 本作からは対戦相手決定までの時間が短縮されており、次のレースが始まるまでの間は、ライブ中継のような映像を表示するようになった。マリオカートチャンネルには、以下の4つのメニューが用意されており、利用するには、Wii 本体をインターネットに接続する必要がある。また、Wii 本体に74ブロック以上の空き容量があれば、 このチャンネルを単独で Wii メニューに登録することもできる。Wii メニューに登録しておくと、マリオカート Wii のディスクを挿入しなくても、チャンネルの各メニューを利用することが可能。Wii メニューからこのチャンネルを使用すると、Wii 伝言版の今日の出来事に通常通りの表記で、プレイ時間が記載される。今作では、カートとバイクに分かれた様々な形状のマシンから登場するマシンを、 選択する。前作とは違い、自分だけの組み合わせは不可能で、キャラクターとマシンのサイズによって使用できるマシンが変わる。マシン選択後、プレイヤーごとにドリフトモードの設定ができる。ドリフトモードは以下の2種類がある。バイクには普通のカートバイクと異なるドリフト性能を持つハングオンタイプのバイクが存在する。また、バイクは走行中に一定時間前輪を上げる。 ウィリーができ、ウィリー中は通常よりスピードがアップする。ただし、ウィリー中に他のマシンなどに接触すると体勢が崩れ前輪を戻してしまう。また、ウィリー中は曲がりやすさが大幅に下がる。マシンの走行中、ジャンプ台などでジャンプした瞬間に E ハンドルを振ることで空中でジャンプアクションをすることができる。スタントが成功すると、 効果音が鳴りマシン着地時に少しだけダッシュできる。なお、各マシンは以下の性能に対別される。このうち、グリップ、減速回避の二つの性能はゲーム画面には表示されない。マシン名の右に、隠しと表記されているものは、ある条件を満たすと使えるようになるマシン。ハングオンタイプと表記されたものは、ハングオンタイプのバイクである。なお、バトルでは、 スタンダードカート S、M、L、スタンダードバイク S、M、L のいずれかのみ選択することができる。ピーチデイジーロゼッタの3人はバイクに登場すると、服装がライダースーツに変わる。今作では、最初から使用できる12人に加えて、隠しキャラクターが13人おり、最大25人から使用するキャラクターを選べる。基本的に性能はマシンによって決まるが、 若干ではあるが、各キャラクターごとの固有の能力補正が加わる。隠しキャラと表記されているものは、ある条件を満たすと使えるようになるキャラクターである。通常の出現条件に加え、プレイ回数が一定の数値に達したり、Wi-Fi 対戦で一定の人数に勝利した場合でも使えるようになる。今作ではミーを除き、すべての重量が同じ人数になっている。これに伴い、 一部のキャラクターが過去の作品から重量の変更が行われている。ダブルダッシュ。DS ともに中量級であったワルイージが重量級になっており、ダブルダッシュ。以来の登場となったディディーコングとクッパジュニアは軽量級から重量級に変更となっている。コムキャラクターが入る場合は各重量ごとにそれぞれプレイヤーを含めて 必ず4人ずつになるように調整される。これは誰かがミーを使用している場合も同様。軽量級重量級重量級その他、主に敵キャラなど、レース内で登場するキャラクターや障害物の一覧。以下は、本作のグランプリ VS タイムアタックで使用されるコースである。全部で8つのカップがあり、1つのカップはそれぞれ4つのコースで構成されている。このうち、 ウィーグランプリの4つのカップは本作新登場のコースでレトログランプリの4つのカップは過去のマリオカートシリーズで登場したコースを復刻したものである。印がついているコースでミーを使用すると一部の看板や象の顔がミーに変化する。本作で新しく用意された16のコース。内はそのコースが再収録された作品。 キノコカップフラワーカップスターカップスペシャルカップ以下の16コースは以前のマリオカートシリーズに収録されていたものをリメイクしたコースである。全体的に原作と比べコースが大きくなっている。また、レイアウトなど当時のものと仕様が若干異なるコースもある。コーラカップバナナカップコノはカップサンダーカップ以下は今作のバトルで使用されるステージである。 今作で新登場となる Wii ステージと過去のシリーズで登場したものをリメイクしたレトロステージの全10ステージが収録されている。本作のバトルステージはすべて専用の BGM が用意されている。今作で新登場の5つのステージ。過去のシリーズに収録されていたものを復刻した5つのステージ。過去の5作品からそれぞれ1ステージずつリメイクされたステージが登場する。 グランプリ vs バトルではコースステージ上にあるアイテムボックスを通過するとランダムで以下の19種類のうちいずれかのアイテムを入手できる。この時順位が低いほどより強力なアイテムが入手しやすい。また、プレイするゲームによって登場するアイテムが異なっている。なお、赤コーラ、トゲゾウコーラが自分のマシンをサーチしている時やキラースーパースター、巨大、 キノコ雷雲使用中の他のマシンが自分のマシンに接近すると画面下にそのアイテムのマークがついた吹き出しが表示され距離に応じた警告音が鳴る。チーム戦では攻撃、妨害するアイテムは全て相手チームのマシンのみが対象となり自分や自分と同じチームのマシンが使用したアイテムで味方にダメージを与えたりいわゆる自滅をしてしまうことはない。今作では 巨大キノコ、パウブロック、雷雲の3つが新アイテムだが自作、マリオカートなのではいずれも登場しない。各アイテムの詳細はマリオカートシリーズのページを参照。マリオカートチャンネルにて1ヶ月に2回大会が開催されていた。一部では w ィハンドル限定やカート限定など使用できるコントローラやマシンが限定された大会もあった。 なおこの大会は全世界共通だが、時差の関係で日程が日本とは若干異なっていた。タイムは期間中は何度でも送信できた。2008年に発売されたゲームソフトにおいて年間販売本数の世界一を記録したほか、シリーズ中最高のセールスを記録し、世界一売れたレースゲームとなった。 日本国内を見ても2008年に発売されたゲームソフトでありながら2010年12月には累計300万本、2012年2月には累計350万本といいの定番ソフトとして長期間売れ続けている。また、日本ゲーム大賞2009年度大賞を受賞している。ありがとうございます。